ゴールキーパーが杉本、そしてディフェンスは右から岩間、さらに29番の佐古が出場停止の川島に代わって入っています。左に鈴木翔太です。ダブルボランチが鈴木純と杉田正彦、右には川上、左に抜くいです。ワントップにはここまで6ゴール上げている大石、さらにツーシャドウ、10番の押谷、そして8番の岩渕という予想です。一方アウェーの YSCC 横浜です。こちらは前節と2人入れ替えてきました。ゴールキーパーが石井、ディフェンスは右から大城、宗近、池谷です。そして今日は戸建と、宮内というダブルボランチを予想します。そして右に船橋、左に、吉田、ワントップタバディエゴが今シーズン初先発です。そして、ツーシャドウ佐藤優太と柳優太郎という予想になっております。34番の大城、うまく冷静にかわしました。前線で8番の吉田が走っていくところにボールを送り込んでいきますが、これはカットされます。カットしたのは岩間です。ここはかなりアグレッシブにいきます。タバディエゴがいきました。カットした。さあタバディエゴチャンスになった。タバディエゴのシュート、キーパーブロック。8番が吉田、23番船橋、船橋のシュート、シュート決まりました。先制は YS 横浜、ドダテのシュートでした。失礼しました、ドダテのシュート決まりました。ここでドダテの右足、杉田がもらいます。杉田がボランチの位置に入っていますが、下がっていますが、さあこれは出ていません。柳、相手の股を通して抜いていこうかというようなプレーでしたが、後ろに宮内カバーに入ってくる。柳、ワンツーは、さあこれはまだあります。下げて戸建てのシュート、決まった。今日2点目、リプレイです。ここで佐藤が下げて戸建ての右足、低めの勢いのあるボールでした。キャプテンの戸建て、今日これで2ゴール目。川上から飛び上がった杉田、杉田進入、杉田のクロス、こぼれて最後はクロスバーを越えました。定的な場面でした。こぼれたボール、あと吉田がもらう。船橋から笛はない、シュート。先ほどのシュートシーンです。ここタバディエゴのシュート、さあチャンスになるかというシーンですが、通った。タバ後ろからサポートが入っている、シュート、キーパー、キーパー守りました。最後は吉田のシュートでした。そしてここで一気に背後へのボール、オフサイドフラッグない。さあチャンスになる、シュート、右に外れた。川辺リプレイです。胸で落としてディフェンス岩間がついていたんですが、左足のシュートでした。さあここでこのボールカットした、マイナス、シュート押し込んだ、綺麗に決めた柳。3点目、 YCC 横浜。このシーンです。キーパーに対して柳がプレッシャーをかけてパスミスを誘いました。最後マイナスのクロスを丁寧に決めていきました。アシストは川辺、鈴木純、抜くい、左に那須川が余っている。那須川のクロス中央、キーパー弾く、こぼれる、シュート、キーパーブロック、石、まだあります。もう一つシュートはゴールキックです。抜くいから那須川、那須川クロス、押谷の後ろ、さあ押谷にもらって鈴木純の左足、枠に飛んでいましたがキーパー石井がナイスセーブ。抜くい、そして那須川、那須川クロス、押したり、押したりからシュート打てるか、松村倒れたが
笛はありません。さあ逆にチャンスになる YS 横浜、数的に上回っている神田、神田からクロスボール、合わせたが枠を越えました。ここで主審が須藤監督のもとに行きます。先ほどのボックス内でのプレーに対しての注意なんでしょうか、抗議をしたところに対する注意かもしれません。あ、レッドですか、退場を流していますか。あ、レッドカードが出ました。須藤監督にレッドカード、日高が追う。野立が頭を出して、さあ神田へ通った、神田シュート、キーパー防いだ、セカンドボール菊谷、ドラテまだあります。これで96分台、 YS ボール、ここで試合終了。 YSCC 横浜、ドラテの2ゴール、そして柳のゴール、3対0。勝ち点3を獲得、これで今シーズン勝ち点40、クラブとして初の一桁順位、そして歴代最高の勝ち点獲得、クリーンシートで藤枝を破りました。